こんにちは、プリスキラ TV JPN です。今日はブルーサルビアさんのスイーツをご馳走になりに来ています。今日のメインはかぼちゃのプリンです。添えられているのはサルビアさんのお家でできた人参の葉っぱだそうです。なぜ人参の葉っぱなのかなと思っていたら、人参のグラッセ、かわいいですね。そしてこのコロコロしたものは何でしょうとお尋ねしたところ、メレンゲとココナッツをゆっくり低温で2時間焼いたスイーツだそうです。何という名前ですかとお尋ねしたところ、わからないのとおっしゃいました。いつも控えめでちょっぴり恥ずかしがり屋のブルーサルビアさんです。オレンジのシャーベットです。美味しそう。ちゃんと実が入ってるんですよ、オレンジの。豪華ですね。今日はオレンジのシャーベットとかぼちゃのプリンと、ちょっと名前のわからないメレンゲの美味しそうなお菓子、そして人参のグラッセ、まるで絵画のようにお皿を彩る人参の葉っぱ、素敵なスイーツです。こちらはペルー産のコーヒーです。香りが高くまろやかなコーヒーです。こちらにお邪魔するときはいつもワクワクします。穏やかな午後のひととき、おいしいスイーツと一緒にのんびりお茶を頂戴する素敵な時間です。本日プリスキラ TV JPN は声だけのお届けでした。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあ、またね。